日本東京都葛飾区四次木四次木は東京都葛飾区の地名。住居表示実施済み。現行行政地名は四次木丁目から四次木丁目。郵便番号は124-0011。葛飾区西部にあり、南方に東四次木が隣接している。京成押上線の四次木駅や葛飾郵便局のある付近を中心とした生活エリアをまとめて、 四つ木地域として捉えることもある。これは行政上の町名で言うと四つぎ及び東四つ木にほぼ相当する。また現在でも住宅地の中に都近工場などの中小工場が点在する重厚混在地域である。荒川東岸に位置し、対岸は墨田区になる。町域は四つ木五丁目を除けば、東端を南北に走る平和橋通りと荒川に、 挟まれた方形の土地であり、北は堀切り、南は東四次にそれぞれ接している。四次五丁目は平和橋通りの東、国道六号と引舟側に挟まれた草木型の土地である。東にある立石とは地理的にも歴史的にも近い関係にある。四次五丁目の北は白鳥と接する。四次出入り口の約400メートル南に、 京成押上線の四次駅がある。四次駅の南側には渋江商店街、北側にはマイロード四次商店街がある。マイロード四次商店街の中間点付近に、河西清重の邸宅跡と言われる最高寺があり、その西隣には清重の墳墓もある。商店街の終点付近は平和橋通りに達しており、周辺に葛飾郵便局、伊東洋華道四次店がある。 住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば四月4の4の4の地点で25万3000円平方メートルとなっている。現在の四月駅以南はかつて渋谷と呼ばれており、こちらは室町時代の下宇佐国火災みくりや注文に遡ることができる。江戸時代、この地は農村地帯であったが、 本所上水と綾瀬川が交差する水郷地域であったので、周運も利用でき、引き船の支店はこの地域にあった。江戸から近かったこともあり、西高寺、客人大権現、木、下川薬師などに参詣したり、さらに柴又大釈店などへの小旅行をする人々もいたようである。明治に入ると、周辺地域ともに当初は、小菅県、ついで、東京府に属することになったが、 明治22年の市政町村政志向により、立石村に組み込まれることになった。明治24年には、堀切にある勝武園と同様の施設、吉野園が開園した。大正元年、京成電気軌道が開通し、四次駅が開設される。当初、現在とルートは異なっており、現在のマイロード四次の東側の道路上を走っていた。大正3年、 本田渋江町に、チグサセルロイド工場が、創業開始したのを皮切りに、大正4年に、日本製紐が、四月275に、大正13年に大和ゴムが、渋江500に、第二工場を開設するなど、この頃四月周辺には、工場が集まってきた。戦後、昭和27年に新たに四つ目標が架橋され、都市化の波が押し寄せる。昭和十八年には、 四つぎで入り口が開通した。そのような中、地域の沼地や引き船川は埋め立てられ、一部の水路は暗渠化していったが、平成元年引き船川の跡をフィールドミュージアムとして活用する計画が始まり、この引き船川浸水公園は平成12年にほぼ完成を見た。四つの名の起こりには、地域に大木が4本あったという説、源頼朝が地域を通過したのが4。 四次だったという説、最高寺の聖徳太子像が4本の木を組み合わせて作られていることに由来するという説、紀人の四次が住んでいたという説、古代の感動の通過点で交通の要所であり、四つ辻があったという説など様々あるが、実際のところははっきりしない。確実なのは、江戸時代はじめに四次神殿村が周辺から分かれてこの地に起こったということである。 四次の表記は、1964年、住居表示の実施に合わせて、四次、四期などの候補の中から、新たに選定されたものである。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。首都高速道路の四次で入り口や国道6号の4、つ目標がある。 陸上交通の要所である。四津木五丁目の一部の最寄り駅は、京成本線を花茶屋駅になる。道路は、国道六号が、町域の中央を東西に通り、生誕の四つ目標の上を、首都高速中央環状線が立体交差していて、そこに四次木出入り口が設けられている。四次木翼公園の大空翼像教育銀行、郵便局警察署その他、ハット AB、 葛飾区の世帯と人口。葛飾区。2017年12月18日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月18日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年12月18日閲覧。伊東洋華道四次店国土交通省地下工事。都道府県地下調査本田町編。本田町調子。 P240、1929年本田長編、本田長史、P237、1929年、葛飾小学校通学区域一覧。葛飾区、2017年12月18日閲覧。葛飾区中学校通学区域一覧。葛飾区、2017年12月18日閲覧。 葛飾区教育委員会事務局障害学習課編調べて書く葛飾平成29年度2018年32ページありがとうございます